このくらいは日本人はみんなできるよ。俺は剣道部なんだが、フィンランドからの留学生3人が見学に来た。彼らの世話をしている先生が、彼らにちょっと見せてあげてほしいと言ったので、俺と友達はお互い目を合わせて、思わずにやりとしてしまった。というのも、俺と友達は普段から体を温めるときに、いつも決まった動きで試合をしていたので、今では高速でその試合の動きをすることができ、もはや演武の域に達していた。最近ではその動きは改良され、どんどん派手になっていった。ということで、座布団を渡し、フィンコー3人に見てもらうことにした。お互いに面打ち、胴打ちを高速で繰り返し、お互い見事に受け止め、どんどんスピードは上がっていく。つば迫りしながら、ちょっとフィンコーの方を見たら、3人とも、こんな顔しながらこっち見てる。あいつら身を乗り出して見てるぞ。ふふ。技は派手になっていき、ジャンプしながら面打ちをするというおかしな動きで、おーという歓声。最後は綺麗に同士打ちでフィニッシュ。フィンコー3人拍手しまくり、3人揃ってすげーと叫んでいた。このくらいは日本人はみんなできるよ。その辺を歩いている大人の方が俺たちよりも上だよ。先生は笑いをこらえながら3人にその言葉を訳したら、3人は互いに目を合わせて日本人すげーと叫んでいた。ナポリ出身。アパートを数人で借りていた時に、ルームメイトのイタリア人カップルがナポリ出身だったので、ナポリタンの話をしたら、そんなのはイタリア料理じゃないと言われ、本場のスパゲッティを作ってもらったそうな。しかしナポリタンを作って食わせたらナポリ人絶賛。テルマエロマエの作者山崎まりの体験談だそうだ。